封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍は王都内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から。まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが。守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。台車もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ。成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとに。ルナ・フレーナは受け絵を終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか。
やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これイリスの言ってたルナフレーナ様の話、本当だったんだね。場所や時期から考えると、王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな、王子。早く追いつかねえと。たく、出ねえ。イリス、電話見てねえのか。お疲れさん。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ。ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレー。仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブライ。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかも。頼むな。よっ。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてる。しかし神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出ただけで新鮮だったのにね。雷神の力を得たら今度は水神か。おそらくはルナフレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。お墓回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぐ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く啓示受けろってさ。神に力を奪えるか。啓示を受け、独身の力を身に宿す。それは成績に選ばれし王の使命。またか、なんだって？クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。ノクティス、東の洞窟
フォッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ。次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。レガリアどこにいるんだろうね。海渡る前に探さねえとな。ああ、置いてけないし。そうだな。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いな。案外現実味を帯びてくるな。うわあ！今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。危ねえだろ。悪かったって。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あ、いよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだ。うお！こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしい。おい、ノクト、何かあるぞ。静かに。え、何何？君が悪いな。俺一人でもやれそうじゃない？期待だな。てや！やろ。ちょっと待って。うわあ！ちょっと待って。あれ？なんか聞こえない？ブロンプト、どうした？おい、返事しろ。クソ、こっちだ。無事か？おい、返事しろ。もうやだ、ここやばいって。でかい蛇がいたんだよ。そいつに引きずり込まれたんだって。応戦しろ。もうやはり出てきた。うわ、出た。こいつだ、こいつ。行け、ノクト。借りは自分で返せよ。焦って攻撃してんじゃねえ。
大丈夫か。止め、指示、仕切り直しだ。おや、あ、はい、悪いな。入れ直せ。ようやく見つかったな。よかった。ノクト、頼むぜ。これが雷神の力。大暴れを想像してたけど、人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい、王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。あれでレガリアを
帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。合図を出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3、2、1。やれ。成功。やるねノクト、さすが。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ、特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。魔導フィールドが解除されたぞ。チャン
往来だな。やるぞ。ところに戻ろうぜ。楽勝だったね。結果的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。ねえ、帝国基地を攻める時の作戦さ、オペレーション B2B にしない？は？ Battle to Break。何かでそう言ってたの見たんだ。作戦に名前あるとさ、グッとくるじゃん。グッと？意味は大丈夫なのか。それよりバトルトゥービクトリーはどうだ。まあそこは何でもいいよ。呼ぶときは B2B ね。雰囲気で言いたいだけか。あれ、久しぶりだ、ノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬならそれが世界の運命だ。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている？軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため
緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ。前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に。知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とか。ふざけんな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろ。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだ、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。兄さん。どうした。ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。バカな。それでジャレット助かんなかったの。何かしてないと。